他団体を巻き込んだ旋風が始まったレベルス。4月20日の後楽園大会も日本屈指の精鋭が集結。メインは絶対に激闘。 WBC ムエタイ王者宮越慶次郎に対するは、新日本キック王者蒲田のロッキー勝地。そしてレベルス63キロ級王座決定トーナメント決勝、悲願の王座獲得を狙う丹羽圭介に対するは、2冠を目指す稲石達也。20歳のレベルスムエタイスーパーフライ級王者ボイヌマリュートは、元ラジャダムナンスタジアム王者と試練の一戦。そして威信をかけた対抗戦が開幕。レベルス VS シュートボクシング、レベルスムエタイスーパーライト級王者スワレック VS SB 日本スーパーフェザー級王者深田和樹。クロスポイント無敗の対決、鈴木弘樹は SB 日本ライト級3位、上田和也と対戦。他にも日本の王者クラスがずらりと揃う春の一大決戦をお見逃しなく。決戦は4月20日後楽園ホール。